白ひげと目的を認め合ったルフィ。キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにオジレーザー撃ってくんじゃないよ。いい加減におっしゃめね。バタ足よ、バタ足の顔を忘れてみるな。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな。話しかけても無駄だぜ。かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンクの最後の改造によって、こいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミューのクマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦うだけの化け物、ファシフィスタ PX0 だ。昔のことなら忘れちまいな。一度会った人間に顔を忘れられたのは生まれて初めての経験だよ。記憶が消えたかなんだか知らないけど、おおホワイト、スペクトラム、ヤッシー。